木戸高義、木戸高義、木戸高義、または、桂小五を、天保四年六月二十六日、1833年8月11日、明治年、千年、1877年5月26日は、日本の武士、長州藩士、政治家。伊械君党は、増十一位、君位党。長州藩士として倒幕に努め、殺鳥同盟を推進。 明治維新に貢献し、維新の三傑の一人に挙げられた。維新政府では、総裁局顧問専任や参議を務め、反赤奉還、廃藩知見を実現。岩倉施設団にも同行した。西南戦争中に病死。名の高吉は、公院と、夕食読みされることもある。長州藩出身。吉田松陰の教えを受け、藩内の尊老上位派。 長州正義派の中心人物となり、留学希望、開国、早く上位の勤労志士、長州藩の外交担当者、藩長政務座の最高責任者として活躍する。特に志士時代には、幕府側から常時命を狙われていたにもかかわらず、果敢に京都で活動し続けた。維新後、総裁局顧問専任として迎えられ、 当初から生態所による管理公選などの諸施策を権限し続けていた。文明開化を推進する一方で、反石法官、廃藩治権など、法権的諸制度の解体に、目、薩長と異ン巨頭による参議内閣制を整えた。海外視察も行い、基調後は、かねてから権限していた憲法や三権分立国家の早急な実施の必要性について、 政府内の理解を要求し、他方では新たに国民教育や天皇教育の充実に努め、一層の士族受産を推進する。長州藩主、毛利隆ーや明治天皇から厚く信頼された。しかし、急進派から主旧派までが絶え間なく権力闘争を繰り広げる明治政府の中にあって、心身を害するほど精神的苦悩が絶えず、西南戦争の半ば、 出張中の京都で病気を発症して、重篤となり、夢の中でも、西郷隆盛を叱責するほどに政府と、西郷双方の行く末を案じながら、息を引き取った。その遺族は、家族霊当初から公爵に除されたが、これは、旧大名家、家以外では、大久保利道の遺族と共にただにやのみであった。天保四年6月十六日。 1833年8月11日、長戸国萩城下五副町、今の山口県萩市に、範囲、和田正影の長男として生まれる。和田家は、毛利元成の七男、天野玄世の血を引くという。母はその五歳。前妻が産んだ、いぼ姉が二人いる。長男ではあるが、病弱で長生きしないと思われていたため、長子に、向こう用文譲るが入り、 また、長子が死んだ後は、自子がその向子養子の後添えとなってたため、天保十一年、1840年、7歳で、向かいの桂や、家禄150国の末期養子となり、養父、桂黒部へ行為にしえ、長州藩の大美子という武士の身分と六を得る。翌年、桂家の養母も亡くなったため、聖火の和田家に戻って、実父母、自子と共に育つ。 少年時代は病弱でありながら、他方で、いたずら好きの悪道でもあり、萩城下の松本川を行き来する船を、船頭ごと転覆させて、開催を叫ぶといういたずらに熱中していた。ある時、水面から顔を出し船べりに手をかけたところを、豪を煮やしていた船頭に、甲で頭を叩かれてしまう。小五郎は、想定の範囲内だったのか。 岸に上がりがくから血を流しながらもニコニコ笑ってたという。この時の額の三日月型の傷跡が古傷として残っている。十代に入ってからは、藩主、毛利高近による新種で二度ほど報奨を受け、即興の監視と、毛子の解説、長州藩の若き春英として注目され始める。河江元年、1848年、自死、実亡相次いで、 病気で失い、悲しみのあまり病床に伏し続け、周囲に出家すると言ってはばからなかった。楓2年、1849年、吉田松陰に山賀流平学を学び、ことをなすのさえありと評される。後に松影は、桂は、我のおもんずるところなりと述べ、指定関係であると同時に、親友関係ともなる。福岡3年、1846年、 長州藩の剣術師範家の一つの内藤作兵、野牛新影流の道場に入門している。かえ元,元年、1848年、元服して和田小五郎から、大組氏、桂小五郎となり、実ップに、元が武士でない以上、人一倍武士になる、要粉骨精進せねばならぬことを言い含められ、それ以降は、剣術修行に、人一倍性を出して、腕を上げ、 実力を認められる。嘉永五年、1852年、剣術修行を名目とする江戸留学を決意し、藩に許可され、藩に招かれていた、神道無念流の見学斉藤慎太郎の江戸へ、木戸に5名の藩非留学生たちと他一名死非留学生に、追行し、死比で、江戸に登る。江戸では三大道場の一つ、連兵館、神道無念流に入門し、 新太郎の指南を受ける。免許改伝を得て、入門一年で熟頭となった。大柄な小五郎が、得意の冗談に市内を構えるや、否や、その性質な気に周囲が圧倒されたと伝えられる。小五郎と、同時期に免許改伝を得た大村藩の渡辺昇後に、長州藩と、坂本龍馬を、長崎で結びつける人物と共に、連兵官の総壁と称えられた。 幕府公部署の総裁、小谷信とも、自家新加瀬流の時期で死を破るなど、判明で帰国するまでの五年間、連兵官の熟党を務め押せ、その間に、剣豪の名を天下に轟かせる。大村藩などの江戸藩邸に招かれ、壊れて、剣術指導も行った。また、近藤勇をして、恐ろしい以上、手も足も出なかったのが、桂小五郎だと言わしめたと言われるが、 桃井春倉や織田に信友に対しても同じような逸話があるため、本当に桂小五郎を総評したかどうかはわからない。一説には安政五年1858年10月、小五郎が竹市半平太や坂本龍馬と四学館の劇見会で試合をしたとされるが、当時の竹市、坂本は前月から土佐国に帰郷していたとの説もある。 連兵官塾等を務める傍ら、ペリーの再度の来航、1854年に大いに刺激され、すぐさま師匠の斉藤や苦労を介して、伊豆、相模、海など幕府領五カ国の大官である、江川英流に実地見学を申し入れ、江戸時代に移動の自由はない、その付き人として実際にペリー艦隊を見分する。松影の 下田東海に際しては自ら積極的に協力を申し出るが、弟子思いの松陰から固く制止され、結果的に幕府からの処罰を免れる。しかし、栗原良蔵と共に、反政府に海外への留学願いを共同提出し、松陰の下田東海への対応に弱っていた、反政府をさらに驚愕させる。倒幕方針を持つ、以前の長州反政府が、 幕府の鎖国の禁制を犯す、海外留学を秘密裏にですら認める、可能性は乏しく、小五郎はそれまで道理連兵官塾等をこなしつつも、など、常に時代の最先端を吸収していくことを心がける。文久2年、1862年、反政府中枢で頭角を表し始めていた小五郎は、須府正之助、草坂玄瑞、吉助たちと共に、 松陰の公開有略論を採用し、長州藩を埋めつけ、長い画学が唱える幕府にのみ、都合のいい公開演略策を退ける。このため、長州藩擁論の反論は、開国上位に決定づけられる。同時に、一直屈服開口しながらの左向左国上位という、幕府の路線は、論外として退けられる。文久三年、1863年3月、水戸藩市。 吉成雄太郎らを上京させた。欧米への留学視察、欧米文化の吸収、その上での上位の実行という基本方針が、長州藩解明派上層部において定着し、5月8日、長州藩から英国への秘密留学生が横浜から出版する日付は、山尾洋蔵の日記による。この長州五傑と呼ばれる秘密留学生5名、井上薫、文太、伊藤博文。 俊介、山尾洋蔵、井上勝、遠藤金介の留学が、藩の公費で可能となったのは、須フ正之介が、留学希望の小五郎を藩中数に引き上げ、オランダ語や英語に通じている、村田増六、大村増次郎を小五郎が、藩中数に引き上げ、解明派で、藩中数が形成されていたことによる。5月12日、小五郎や高杉新作たちの、 かねてからの慎長論、無謀論にもかかわらず、朝廷からの上位要求を受けた幕府による上位結行の宣言通りに、草加玄寸率いる長州軍が下関で関門海峡を通過中の外国艦船に対し上位戦争を始める。この戦争は約2年間続くが、当然のことながら早く上位にはつながらず、上位結行を命令した幕府が、 英米フッツラン4カ国に賠償金を支払うということで決着する。5月、判明により、江戸から京都に上る。京都で、草加玄髄、牧泉たちと共に早く上位活動を行い、正反合一による大政奉還及び、新国家建設を目指す。8月18日の政変の不当性が認められない、上、池田屋事件まで起こされた長州藩は、 小五郎康夫正之助、高杉晋作たちの反対にもかかわらず、先発隊約300名が、立兵上落し、草加玄随軍が、山崎天皇さんに、来島又部軍が、佐賀天竜寺に、福原玄軍が伏見に陣取り、朝廷に、長州藩主府市や長州白業たちの設営を迫る。朝廷もそれに応じ、 京都市五色を合津藩から長州藩に変えようとするところまで行くが、一橋義信から、もしそうしたいのであれば、幕府側は一切朝廷から手を引かせていただく。お好きなようになされるが良いと同括され、幕府、合津藩と完全な敵対関係になるまでは考えていない。公明天皇及び苦行たちは躊躇した。そこで劣勢を回復した。 中川の宮や朝彦親王などの砂漠白業たちは、逆に、朝廷と長州白業を介した長州との交渉を打ち切らせ、長州軍を挑発して一気に蹴散らしたい。幕府側、一橋義信、藍津、薩摩旧派の意向をそのまま受けて、長州軍の退去を期限付きで、最後通告してきた。長州方は、部門の名誉にかけて、結果を残さず、 兵を退くことはできないと、天皇直礎と、集団監視することで朝廷を動かそうと考えた。長州先発隊は、まだ、瀬戸内海上にいる聖師、毛利貞弘を率いる長州軍本2000名に引き上げを要請した上で、先見隊は兵を動かし浜栗五門近辺で、合図反兵と武力衝突することとなった、金門の変、浜栗五門の変。この小は、 飲酒班を説得し、徴収陣営に引き込もうと目論み、飲酒班が警護に当たっていた猿が、辻のアリス側の宮邸に赴むいて、同伴の尊上派有力者である、川田昭夫と談判する。しかし河田は、時期尚早として応じず、説得を断念した小五郎は一人で、公明天皇が、御所から避難するところを直訴に及ぼうと待った。しかしこれも叶わず、 燃える高津笠定を背に一人死子粉人の戦いで、切り抜け、幾松や津島藩士、大島智之城の助けを借りながら、潜伏生活に入る。合津藩などによる、長州藩士の残党狩りが、盛んになって、京都での潜伏生活すら無理と分かってくると、田島の伊豆市に潜伏する。朝敵となって敗走した長州藩に対し、さらに第一次長州政党が行われようとした。 時点で、長州正義派は、反政権の座を降りた。不先輩及び参加楼の自裁、その他の幹部の自決、処刑という対応で、藩首脳部は責任を取った。国体寺の会談において、長州藩を代表した吉川京美紀を前にして、長井久氏は、質疑をしていたが、途中で手帳を出すと名前を確認しながら、桂小五郎と高杉晋作は、どこにいるのかと尋ねた。 吉川は死にましたと返答して、この件は処理された。その後、長州俗論派政権が正義派の面々を徹底的に粛清し始めた。しかし、高杉晋作率いる正義派軍部が反旗を翻し、軍事クーデター、高山寺挙兵が成功したため、俗論派政権による政治が終わった。その後、小五郎がどこかに潜伏しているらしいことを察知した、高杉晋作。 大村益次郎たちによって、小五郎は、長州藩の統率者として迎えられる。後に、伊藤博文は小五郎が長州に迎えられた時の様子を、山口をはじめ長州では体感、ひどい日照りに、運芸、雨の前触れである雲や虹を望むごときありさまだったと語っている。長州政務座に入ってからは、武備教順の方針を実現すべく軍政改革と、反政改革に邁進する。 長州藩は、土佐藩の土方、楠木佐右衛門、中岡慎太郎、坂本龍馬らに圧戦されて、薩摩藩と秘密裏に、薩長同盟を結ぶ。慶応2年、1866年1月22日に、京都で薩長同盟が結ばれて、以来、桂は、長州の代表として、薩摩の小松立脇、大久保利道、西郷隆盛、黒田清宝と薩摩。 長州でたびたび会談し、薩長同盟を不動のものにしていく。薩長同盟のもと、長州は薩摩名義でイギリスから武器、軍艦を購入した。長州藩の武備教授や大村増次郎たちによる秘密貿易を口実として、幕府側、藍津藩、新選組は第二次長州政党、四境戦争を強行してくる。 薩鳥同盟を介した秘密貿易で武器や艦船を購入し、近代的な軍政改革が施されていた、長州軍の士気は極めて高かった。長州訪問中の坂本龍馬が感激して、薩摩に長州軍は日本最強と手紙を仕ためたほどであった。大島口、芸州口、石州口の3カ所で極めて短期間のうちに幕府軍を撃破し、 残りの小僧校も高みから徹底抗戦し続けていた日後藩士たちの戦意喪失により長州側の勝利が確定する。この結果、浜田藩、幕府領、岩見銀山含むと小倉藩の主要部分は明治2年1869年の藩籍奉還まで長州藩の続領となる。明治新政府にあっては、右大臣の岩倉ともからもその政治的指揮権の 高さを変われ、ただ一人総裁局顧問選任となり、所政全般の実質的な最終決定責任者となる。大乗官制度の改革後、外国事務係、参与、参議、文部教などを兼務していく。明治元年、1868年以来、数々の解明的な権限と政策実行を率先して行い続ける。五カ条の御正門、マスコミの発達推進。 封建的風習の廃止、反赤法官、廃藩治験、人材優先主義、市民平等、憲法制定と三権分立の確立、二院制の確立、教育の充実、法治主義の確立などを提言し、明治政府に実施させた。なお、軍人の閣僚への登用禁止、民主的地方警察、民主的裁判制度など極めて現代的かつ、解明的な権限を、 その当時に言っている。慶応四年1868年3月14日に、布告された五箇条の御正門において、木戸は福岡皇帝の当初案から、第一条の列行会議を起こしを、広宿会議を、教師、広区会議を起こしに改め、第四条旧北るの老衆を、張り、天地の行動に聞くへし、旧来の老衆を破り、 天地の行動に基づくべしを新たに挿入させた。その他には、などの修正を施している。五箇条の五正門と称し、明治天皇以下全員が天地神明に誓うという儀式を、喜道自身が構想したこともあり、喜道は抵抗する、主旧派を解き伏せ、天皇には大いに本気になってもらっている。封建制の廃止と、軍権制による、中央集権の必要性を認識する軌道は、 まだ母親戦争の最中である明治元年、1868年2月、三条、耳、岩倉智美に、反赤法還の憲白書を提出した。しかし、三条も岩倉も、時期尚早としてこの時点では賛成しなかった。同年9月18日、木戸は、大久保利道と、極秘裏に会談し、反赤法還の実施について大久保と薩摩藩の協力を要請。 大久保は一所尽力を承諾した。さらに木戸は山内陽道と開眼して土佐藩の同意を取り付け、大久保の奔走により薩摩藩も同意、これに佐賀藩も同調し、明治2年1869年1月20日、薩長と伊四藩の藩主連書による藩籍法還の上表が提出された。その後、大半の諸藩が同様に藩籍法還の上表を提出した。 この時点では、旧藩主がそのまま地藩主として任命された形となり、輝度の念願である、軍権制の実現は、廃藩置県を待たねばならなかった。また、当初の病議案では、地藩主は世襲とする、旨の文案であったが、輝度はこれに反対し、世襲の二次は削除された。藩籍奉還においては一致協力した輝度と、大久保であったが、明治2年、 1869年になると両者は政治的路線の違いで対立した。大村増次郎、伊藤博文、井上織、大隈重信の開会派の官僚を投用して平成改革や官政改革など封建制の解体を目指す軌道に、対し大久保は添島種尾みらと共に保守的な慎重論を唱えた。両派は平成改革において対立し、徴兵制による 国民海兵を唱える大村に対して、薩長を中心にした、士族兵の必要性を唱える大久保が反発した。結果的には、大村と、木戸は、この論争に敗れ、薩長土三藩による、御新兵が設置された。同年7月8日に発表された、新幹政においても、両者の対立は表面化した。大久保は、岩倉智美と共に、添江島と長州藩では、 保守的な前原一世を三義に登用し、喜戸を自身と共に三義から外して、実験のない町商陰学士に祭り上げようとした。しかし、喜戸と大熊ら木戸派の反発に遭い、また喜戸と大久保が二人とも三義から外れる、不自然さは、世論奮奮、所管解体という混乱を呈し、結局は三条耳と岩倉が収集に乗り出す形となり、大久保、喜戸の名優である、 広沢さねおみ、添島種おみの三人が改めて賛議に任じられた。明治四年、1871年7月9日、木戸邸に、大久保利道、西郷隆盛の他に、西郷嗣道、大山岩尾、山形有友、井上るらの殺長用人が集まり、廃藩知見断交の密儀が行われた。この密儀は、三条美,美と岩倉と美にすら知らされていなかった。 西郷と大久保、そして木戸の三人はそれぞれに、政権は異なっていたが、この廃藩置県断行については一致協力を見た。ただし口述のうに、木戸一人を賛議とする案については、意見が分かれた。この席上、井上は、西郷隆盛に、反対する者は、どこまでも御神兵となって討伐してしまわねばならないと、要求し、西郷はそれを承諾した。そして月日、 在京の地範寺が皇居に招集され、廃藩置県の御琴の利が下った。これによって、旧藩主であった地範寺は失職して、県令が任命され、封建制度を支えてきた領主による土地支配は廃止されることになった。明治政府創創期の朝令母会や百科総命状態を解消するため、廃藩置県の断行を控えた、明治4年1871年6月。 西郷隆盛、大久保敏道、岩倉智美、三条耳らから、木戸がただ一人の参議となるように求められる。命令一途の効率的な体制を構築するよう、混成されたわけであるが、リベラルな合議性を重んじる木戸は、これを固辞し続ける。大久保による妥協案により、木戸は西郷と同時に参議になることを了承するが、翌7月には、政務に疎い西郷を補うためという口実で、 非前の大隈茂信を参議入りさせることを西郷に提案し、西郷も、それでは、土佐の板垣大輔も参議にすべきだと応じ、薩長とい一人ずつの共和性的な参議内閣性が確立される。しかしこの体制は、それを打ち立てた木戸自身が、海外視察の全権福祉として留守にしたため、長くは続かなかった。海外視察組、岩倉、木戸、大久保、 伊藤たちと留守政府組、三条、西郷、江藤、大熊、板垣たちとの間には、海外視察が終わるまで、郵送文書での合意なくして、明治政府の主要な体制、人を変更しないという約束が交わされていた。それを留守政府が大きく保護にしていた。しかし、海外視察組も約束を大きく保護にしたため、留守政府の責任は問われないことになった。 だが、ルス政府による政官論の方針は、海外視察組には到底承服しがたい防にしか見えなかった。キドは海外視察へ出かけていたただ一人の賛議であり、貴重後、原因不明の脳発作のような持病が一気に再発、悪化し始めた。持病のためか、キドは以後、本格的に明治政府を取り仕切れなくなった。キドは幕末以来の祝願である。 開国、早く上位つまり不平等条約の撤廃と対等条約締結のため、岩倉施設団の全権福祉として欧米を回覧し、予備交渉と欧米視察を進め、欧米の進んだ文化だけでなく、民主主義の不完全性や危険性をも洞察して帰国した。また、それまでの解明求心派の立場を改め、全進派となる。しかし、 欧米と日本との比嘉の文化の差ははだしかった。かつての政官論などは引っ込めて内事優先の必要性を通説に感じ、憲法の制定、任制議会の設置を積極的に訴え、国民教育の充実、天皇教育の充実に積極的に取り組んだ。後に、文部教に自ら就任したのは国民教育を充実させることを目指したものであった。 西郷らが主張する、政官論や、大隈重信や西郷継道らが主張する、台湾出兵には一貫して反対し、またあくまで農民を不公正な税制と、重税から解放するために、積極的に推し進めた、地祖改正や、武士の特権を廃止し彼らの新たな生活が立ち行くよう構想された、出録処分が、それぞれ逆効果となる形で実行されたときには、 これに激しく反発した。そして、台湾出兵が決定された、明治7年、1874年5月には、これに抗議して、参議を辞職している。喜戸を、明治政府に取り戻したい、大久保利道、伊藤博文、井上るらは、明治8年、1875年8月、大阪会議に招待する。板垣もこれに加わり、喜戸と板垣は、 立憲政体受立、三権、分立、二院正議会確立を条件として、参議復帰を受け入れ、直ちに立憲政体の証書が発布される。議会、立法については、元老院、地方官会議が設けられ、上下の両院に仇された。司法については、現在の最高裁判所に相当する大審院が新たに設立されることとなった。明治元年。 1868年の衆議書、同2年、1869年の抗議書など、既度自身の解明的な方針で国会の会員に相当するものを実際に構成し、機能させようとする努力は当初からなされてはいた。しかし、江戸時代の封建意識そのままの各地の不平士族たちを出資させ、自由に発言させただけでは、維新の方針とも現実的な可能性とも乖離。 しすぎており、大久保らをして、廃止すべしと断言させるほどに、時期尚早かつ、ほとんど、非現実的で無意味なものであった。また、これらの会議は、廃党令、市民平等以前に行われたため、薩長と以外の特権を奪われまいとする武士たちの不満の、発散書でしかなかった。このため、現在の国会の衆議院に相当するようなものを、模索し続け、 その必要性を訴え続けてきた木戸自身が環境を整備しタイミングを見計らった上で第1回の地方間、会議1875年6月20日から7月17日を自ら議長として挙行した。この時採択されたご法案は地方警察、地方民会など地方自治の確立を促進する法案であるがいずれもそのままの形では実施されなかった。 明治六年、1873年9月21日、11月10日、大久保都市道により、内務省が設立された際には、あまりにも強大で、強力な権限を持ちすぎるとして、内務省設立を主導した大久保を批判していた、明治七年、1874年2月に勃発した佐賀の乱以降は、氏族の反乱に対抗するには、大乗官による警察力の強化と、 中央集権の徹底が必要として、内務省による積極的な士族判断への対処と、さながら独立国化していた鹿児島県に、薩摩藩出身者以外からの県令を派遣することや、鹿児島県を大上官の方針に従わせることを要求するようになる。なお、木戸の膝元の山口県で、明治9年、1876年10月に、 勃発した萩の乱では反乱の首謀者であり、かつて徴兵令をめぐって、木戸と対立した経緯のある前原一世を萩の臨時裁判所で審理させ、極刑にしている。明治10年1877年2月に西南戦争が勃発すると、かねてより西郷と旧大前の鹿児島県旧薩摩藩を批判していた木戸は、すぐさま、 西郷軍政党の任に当たりたいと希望した。また大久保利道は西郷への陳武士として直視の派遣を希望したが伊藤博文はこれらに反対した。その後、西郷軍政党のために有栖川のみ当たる人信能を鹿児島県逆と政党総督総司令官に任じ、国軍が出動、木戸は明治天皇とともに京都へ出張する。ところが、 かねてから重症化していた木戸の病気が悪化した。明治天皇の見舞いも受けるが、5月26日、京都の別邸で朦朧状態の中、大久保の手を握りしめ、最後もいい加減にしないか、と、明治政府と西郷の両方を案じる言葉を発したのを最後に、木戸はこの世を去った。去年45、万43歳没。墓所は、多くの勤労士士たちと同じく、 京都霊山五国神社にある。墓姫は、明治二十九年、1896年に、川田王公が死去した時には未だ完成をしておらず、それを知った、三島中州が慌てて、未完の部分を継ぎ足して完成させたと言われている。また、長州正義派政権時代に、山口の居宅だった場所、山口市に、木戸神社がある。明治十七年。 1884年7月に家族制度が創設されると、木戸孝義の功績により、養子、木戸正二郎は、大久保利道の長男の大久保利和と並んで、公爵を授けられる。木戸生以前の旧姓は、8歳以前が和田、8歳以後が桂である。小五郎、勘地、純一郎は通称である。命を特に狙われ続けた幕末には、新掘松助。 ヒロド・コスケなど十種以上の変名を用した。小五郎は、聖川岳の祖先の名前であり、逸尾の意味はない。木戸聖は、第二次長州政党前、慶応二年に、藩主、毛利高タカから賜ったものである。高吉名は、葛城投資を引き継いで、以来のであったが、母親戦争終了の明治二年、1868年、副親の大村松次郎と共に、 東京証奔社靖国神社の前身の混流に尽力し、近代国家建設のための戦いに命を捧げた同志たちを改めて追悼、検証していこう、自ら意味なの高吉を公的な名前として使用するようになる。名前の大まかな推移は、和田小五郎、桂家に養子入りするまで、桂小五郎、8歳以降、木戸岩屋、33歳、木戸俊一郎、 三十三歳以降、木戸高吉、三十六歳以降。年齢はいずれも、万年齢である。死亡後は、画号、正菊から、正菊木戸高吉、木戸正菊あるいは、正菊木戸孝とも呼ばれる。他に、貴形、猫道、絹、交換、老媒小区、サオスズ、寒霊などの画号がある。唯一の実施に、娘のよしこ、明治二年。 1869年11月22日生がいるが、現在に至るまで母親は特定されていない。後に高政と結婚したが、子を残せず、明治20年、1887年創生した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。